干間違えました。どうも鈴木和人です。今日はですねウクレレを持って登場してみました。質問いただきました。やりたいことが見つからないんですけどどうした方がいいですかという質問いただきました。レス・イズ・モアという言葉があります。それはですね、少ないほどいいという言葉です。例えばですね、よくスタバとかカフェとか行かれると思うんですけど机の上に何もないですよね。でそういうところってやっぱ集中できるんですね。多く情報があるほど、迷ってしまうんですね。例えばパソコンやっててもここにこう Facebook のメッセンジャー来ましたとか携帯がこう鳴り始めたりとかそういうのって情報が多いんですけどやはり混乱してしまうんですね。でやりたいことを見つけられない方ってやりたいことをこう探すんではなくて、やりたくないことですね。それをしっかりとこう明記しておくとやりたいことが自然と見つかってくるんですね。なのでやりたくないことをこう100個書いていくんですね。例えば、まあ、回転が上がるような接骨院のような、治療をしたくないとか、あとは自分のこう飛び込みのお客さんですねっていうのをこうやりたくないとかそういうことをこうしっかりと、自分のノートで言葉で書いていくとやりたいことがこう自然と見つかってくるんですね。私はこのワーク、1000個ぐらいですね、やりたくないことを書いていくとこう自然とこうやりたいことが見つかるのでぜひ試してみてください。また何か質問ありましたらよろしくお願いいたします。失礼いたします。